もこんにちは、特化軍です。本日はこちら、特攻の島海軍カレー食べ比べ。はい、ということでございまして、はい、特攻の島の海軍カレー赤と黒、こういうのもあるんですね。ね、どんなね、駐屯地とか、駐屯地だけどね、よかったですけども、はいはい、まさかの、漫画とコラボっていうね。赤と黒っていうのは、まあ、スパイシー。ルーの色が違う。ここが違う。じっくり煮込んだ辛さを引き立った大人なカレー。こっちはじっくりがスパイシーなカレー。なるほど。こっちはスパイシー。赤は大人で、黒はスパイシーである。スパイシーは大人ではなかった。いや、そこ突っ込まれてあげて。あ、でも色が全然違うから、開けた時ちょっと楽しみですね。ベース。赤い方がトマトペーストが入っている牛のカレーと。はい。で、黒の方が、まあ、ソースとかも入ってますしね。あ、黒の方がね、トマト入ってないんですよ。いや、トマトケチャップはいますけど。ちょっと入ってんだ。開封用意。開封、はい、はいはい。わかるか、わかるな。これはまあ、開けた瞬間ちょっと回ってきた。いや、開けたらわかる。開けたらわかるな。色が違うくらいよかった。はいはい。これ色一緒だったら。やばいな。下でしかわからない。うん、どっちがどっちだみたいな。うん。多分こっちが大人です。いや、まずい。適当に、まずい。適当になるな。いつも通りですね、はい、自衛隊員がやったりやんなかったりしている準備、米準備、米準備。これをね、結構ツイッターでやってる人もいるんですよ。そうですね。あー、せーの、あーげ、よし、よしよしよし、いいね、いいね、いいね、あーげ、あーいいね、開封。あ、こちらに行きますよ、ダンチャーク。今の赤だ。おー、赤い、だいぶ赤い。なんやて、シャバシャバっすね。怖いよ、シャバシャバ怖いよ。いや、言ってるよ、もうこれ。もう。ピッコロ。ピッコロさん。助けて。あ、行った。行った行った行った。あ、行った行った行った。なんちゃう今。おわぁ、めっちゃ黒い。黒い。なんか具がでかい気がする。あ、ほんとだ。ゴロゴロですよ、こっちの方が。どっちも牛なのか、これは。あれ？赤は牛でしたよ。黒も、うん、赤も牛です。ええ、で、黒。赤はひき肉です。あ、なるほどなるほど。さあ、こんな感じになりました。食べていきます。赤、うん、いきます。赤いい怖い。いきます。はい。トマトすごい。これ全部トマト？この赤はもしかして酸っぱい。酸っぱいんだ。いつぞやのさ、シークワーサーカレー、はい、食べて食べたんですけども、はい、ぐらい酸っぱい。うわぁ。トマトすごい。夏みたいな。この赤は全部トマトだったのか。はい。すまないね。このでっかいとこね、やっぱ行くべきよね。うわ、こぼれてる、こぼれてる、こぼれてる。うわ、うわ、うわ。うわ。よいしょ。うわ、最高。いただきまーす。黒。めっちゃこぼしたけど。うめっ。甘い？うわ、スパイシー。イカスミをちょっと思わせるような、なんか、なんだろう。深い感じがある。この黒い色は何なんだろうか。ちょっと魚介入れたのかってぐらい、なんかちょっとイカスミのような味がします。入ってないだろうけどね。あ、2回行った。うめ、2回行った。あの味も本当、味も不思議と色のイメージなのか、イカスミカレーみたいな感じ、感覚になる。あれ入ってんのかな。食べ比べっていうのまたこれ贅沢よね。あー、不思議でしょ。濃い、なんかめちゃくちゃカレーの味っていうよりは、なんかこう一回不思議な味するような。うん、牛肉って書いてあったけど、ちょっと魚介な味するよ。ほんとイカスミみたいな、深いというか、なんか、いや、イカスミ色素って書いてあるよ。あ、マジで。うん、書いてある。申し遅れました、カレー界の海馬龍山小野寺でございます。まあまあまあ、いや、マジかっていうか、ほら舌でもう分かっちゃったから。あ、何、やっぱり入ってなかったの。そうそう、そういうことですよ。だってイカスミ入ってるって知らなかったですもん。なのに、でも舌では不思議と、え、黒い色のせいかな、イカスミカレーのような味しますね。さっき、あの、ご覧くださいね、あの、戻っていただいて言ってましたよね。で、今佐藤さん何て言いました。イカスミ色素って入ってる。入ってるんですよね、舌だけで。あ、おかしいな、これ入ってると思うけどな、ドッキリなのかな、ドッキリなのかな。牛って言われたけど、結構びっくりした間近だった気がするけど、うん、俺嬉しかったの、嬉しかった。あ、そうなの、うん、ほんとやっぱ入ってたみたいな。赤い方だいぶだいぶだね、色通り。と、超トマトカレー、うん、フレッシュ、しかもだいぶフレッシュ。ひき肉がね、こうバランスよく入ってて、うん、だいぶトマトが前面に来ている。最後ね、トゲのある辛さ、こっちは。
そっちはスパイスじゃん、うん、胡椒のような、うん、結構後からピッとくるね。こっち唐辛子のような、うん、角の立つような辛さがある。ちょうどいい辛さですよ。うめ、うまい。こっちもうまい。これさ、結構煮込むとさ、トマトの酸味ってこう飛んでってさ、うん、丸くなるんだけど、うん、こんなに酸っぱいっつうことはもうあれよ、ほんとフレッシュな感じよ。浅く茹でたようなトマト。いくね、そっちね。うまい。めちゃめちゃうまい、これ。結構酸っぱい方が苦手だった。いやいや、酸っぱいのは。どうぞ。うん、あ、すんごい、やっぱりこれ。じゃがいもだ。バレーションって書いてあってね。こっちの方辛い気がするんだけど、これ。こっち辛い。うん。これ、ひき肉らしいですけど。だいぶ、ルー多め。床の島読みましたよ。はい。面白いですね。面白い、俺も見た。潜水艦版の神風みたいな話。すごいな、あれっていう。うまい。自分の体、体当たりをするんですね。そうそう、回転ね。うん。そう、回転。人間魚雷。あの時に知ったんだけど、そういうらしい。いわゆる今だったら誘導弾があるから、うん、コンピューターがやってくれるわけですよ。うん、その誘導弾がまだない時代だから、うん、誘導したいのは人ですよ。人が誘導すると。誘導弾に人が乗ってる。人が乗ってる。っていうね。うん。話ですよね。で、相手の空間に穴を開けるっていう。で、まともなカメラもあんまない時代だから。うん。なんとなくとは言わないけど、なんとなくって今の時代。自分の目だよね。今の時代に比べたらな、うん、なんとなくなっちゃうよね、そりゃね、人の目だから。で、近く、ま、遠くからカメラで見れるんだけども、うん、ちょっと遠くだと敵に気づかれるから、うん、一回潜ってからは、うん、見えない。勘でっていうのもあれだけど。うん、そうじゃね、エアコンとかもあんまだからね、本当に。めちゃくちゃ暑かったらしいですね。後ろにエンジン積んでんだから、もうエンジンの轟音の中ですよ、の鉄の塊の。靖国神社に今もあるんですよ、展示されてるんですよ、回転が。あ、そうなん。はい。綺麗な状態で、ちゃんと保存されて。あんまでかくないんでしょ。大きくはないです。あ、でもね、言うてでも、いや、5メートルぐらいあるよ。ああ、まあそうだね。まあまあまあ、そりゃ魚雷ですから。5メートルぐらいあるよね、多分確かね。もうちょっとあるのかな。長いよ。長い。それをイメージしたんでしょうか。そうですね。やっぱり、まあ漫画上だけどさ、この悲しそうな顔をしたさ、カレーって珍しくない？うまい。親とかもう60何年さ、バーモントじゃない。未だに多分バーモントだよ。うちも多分、未だにバーモントなの。トマトカレー食べさせたら、びっくりすると思う。多分。もっと早く知りたかったっていうかもしれない。どっちかだな。これ、許さないじゃん、親の世代ってなんか。ブツブツ出てきたりしてな。トマトカレー、いや。人間趣味だな。それ出して。それ驚きすぎだね。そうなんて。すっぺぞ、つって。大丈夫か、このカレー、つって。カレー何入ってんだ、大体。うちっすか、うん。前もね、言ったかもしれないですけど、大根。まず、バラ、細切れ肉よね。端材みたいな肉ね。うん、焼きそば用の。一番安いやつ。うん。白いやつね。そう。細切れ肉と、うん、まあ、豚だよね、基本ね。安いから。豚。もう、はい、しかも、角切りの時もあるし、はい、細切れの時もある。おい。角いったお前。角いくときはやっぱ肉めっちゃ少ねえよ。高えから。お前、角いったときは多分、あれだべ、佐藤さんち、ワガメの、水揚げの最盛期とかのときじゃん。まあ、漁獲高が良かったんでしょうね。うん。バーン跳ね上がって。うん。今日は角でいった。で、軽トラからこう金ばらまいて、ブーンってこう、マジ中こうやって。ブーン。全然そんな儲かってない。いや、それやりすぎや。なのかな。角だとだって、角。お前、あれ、切ったら何枚になるのお前、角一個で。あれ一個でさ、相当米いけるもんな。はい、あれ一個だ。いける。だけど、我慢しきれずに、こう、ガブっていっちまうやん。いっちまう。したらもう、そのカレーの具の具だって。一個か二個だから、やっぱり。家具が。家具で一個か二個でいくのが、バラで四五万にすんのかも。バラだな。そこはバラだね。俺んちは結構普通だったよ。じゃがいも、人参、玉ねぎ、豚、うん。終わり。じゃがいも、人参、玉ねぎ、豚、うん、ほんと？なんで？いや、なんか記憶からほら消し去ってる場合も。ああ、なるほどね。ないの？いや、わかめとか入ってないよ。わかめの鍵とかさ。鍵とか。いや、それはめっちゃだ。サメとか。サメカレーは。気づくよ。サメカレー売れそうじゃない？全国探してありそうだな。サメカレー。あ、まあ、曲げねえだろうな。カレーに、あ、カレーの数だろうな、やっぱな。あ、でもカレーに入れたら結構上がんねえじゃん。あ、でも大根も上がんねえ。お母さん実は入れてたかもしれないぞ。サメ。俺が豚肉だと思ってるの。うん、今まで。それいじっと言ってくっつ。豚入れ、サメ入れるわけねえべやっつって。カレーにサメなんか入れるわけねえ。さすがにそれはねえぞって。野寺津屋さんって。ちゃんと入ってた？大根以外に入ってたのちゃんと。バラと？大根は毎回入れるわけでねえ。さすがに。一発目に入れるわけでねえ。うん。いや、もう豚。ね。人参。と、
あと、まあ、玉ねぎ。たまにね、ネギ入れることもあるんですよ。あの、カレーうどんに入ってんじゃん。ネギ。だから、そうそう、いけるっちゃいける。だから、あの、畑やってるわけじゃん。うん。佐藤さんちもやってるじゃん。畑で、その、抜いた野菜はもう腐る前に使いたい。だから、あるものを入れてくる。小野寺家的には多分、カレーっていうのはもう魔法のバケツみたいな状態。何入れでもいい。そうそうそう。何入れでもカレー味。カレー味だ。魔法のバケツよ。あの、ムール貝みたいなの入る。あの、ジェンティ結構。あれ入れんの？うちの地元で、ムール貝の、うん、まあ、厳密に言うと品種違うのかな。うん、ジェンテ結構、だって岩ね、岩ね。養殖してた、うん、してない、してない。あの、岩に。あれ養殖してる人もいる。こういうやつだよな、ね。黒いやつ、ムール貝、ムール貝。俺、養殖。パスタとかに入ってくるじゃん。うちはしてねえけど。漁業の人はあれたまにしてるよね。タゲード、東京で。本当は。だってもうパスタとかにも、ペスカトーレとかの。結構でげえもんな。魚介パスタに入る。はぁ、入る。鍵みたいなやつだよ、そうそう、オレンジ色のさ。あまあ、ムール貝って言ったら普通わかんないけど。そうそうそう。それは大丈夫。それは分かってる。それは分かってる。あの、ジェンテ結構言わない？ジェンテ結構。言わない、言わない。初めて聞いた。そう。長えしな。ジェンテ結構。ジェンテ結構だよ。で、検索してみたら、ジェンテ結構。出てこねえ。あれいや、オリジナルだべ。うちの地元。うん。てか、作り出した、生み出したべ。お前、ムール貝って言っときゃ短いものをさ、ジェンテ結構ってなんだ。どういう気持ちでつけたの？あれ、未だに謎なんだ。ジェンテ結構。だって俺わかんねえんだって。うちの、いや、うちも俺の周りみんな言うよ。ジェンテ結構。ジェンテって言うんだぞ。しかも、あだ名みたいな。それはそうだね。フルネームでは言わないよ。ジェンテいるか？ジェンテっつって。ジェンテって言うとムール貝みたいなの出てくんだよ。どう入れる。どう曲がってジェンテも入れる。うわ、カキ合うのか。だから、いやいや、合う合う合う。カキカレーあるじゃん。あるあ、そっか。そうそう、あの、うめえよ。ただ、問題なのは、肉のカリもうほんと、あれよ、もうバケ済みで、余り物のバケ済みでにどんどん入れていくから、何入ってるかもうわかんねえ。いや、見ない見ない。いや、見ない見ない。しかもちょっとこれ、黒くなってるから、これ一体なんだそうそうそう。こう、答えを見ながら、ドキドキする。そうそうそう。疑いながら食われんよね。まあでも基本的には同じ同じ。豚、玉ねぎ、人参、じゃがいもと。いや、うちはね、あの、濃い。うちは濃い。やっぱりか。ぶち込んじゃうから。溶け切る前に次入れるから、固まってるもん。あのまんま。固めるテンプルみたいな。バゴって出る。そうそうそう。バゴってやったのに、さらに、カンカンカンってやると、ボンってこう。いや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 、温めてねえだけじゃねえのかよ。いやいや、濃いの濃いの。ルー溶かしすぎ。いや、すげえな。ルー入れすぎ。で、濃い時は、あの、あれよ、ポットあるじゃん。ちょっとだけ入れんのよ。あと、牛乳、ちょっとだけ入れんのよ。ああ、ちょっとなんか、コーヒーとか入れるしな。そうそうそう。あ、コーヒーはまあ、そこは思いつかなかったけど、うちでは。うちもだ。お湯が牛乳でちょっと割るの。はぁ。あの、カレーの皿に盛った後に。ちょっと一手間最後に、個人的なやつ。しょっぺくて食えねえもんだって。あ、じゃあ、どっちが、月が、せーの、黒。赤。お。マジで？僕はあの、辛いの好き。うまいんだけど、はい。なんかこっちのこの、霞とかのこのなんか、味が好みでしたね。こっちはなんか、まあ気分かもしれないね。まあ、僕はまあ、それぐらいの、うん、はい。差です。僅差です、ほんと。僕はまあ、たまたまこう、ちょっと酸っぱくて辛いのが、あ、好きなの。今日は、あの、良かったな。うん、まあ、そっちもでも、ほんと、俺、イカスミ好きですし。ジョーブラックによろしく書いてる人でしょ。違うな。ブラックジャックによろしく。あ、そうなの？ジョーブラックによろしくは、この人の絵がまた、あれだよな、なんか特殊にうまいというか、すごい。うん、まあ、うまいとないのもあれだけど。ブラックジャックによろしく、え、でしょ？これ違ってたらごめんなさい、ほんと。美味しゅうございました、本日も。家庭のカレーと比べて、この、黒カレー、どうでしたか？いや、すごい量入ってますもん、これ。うん、手間が違う。ソース入ってるんですよ。どっちの方が、こっちでしょうか。見てんだぞ。だから、かぶせ気味に言うとさ。いや、まあ気分だろ。気分だろ。その日の気分。そうなんか、腹減ってたから今。あ、そうですよ。私は、この家庭のカレーより赤のカレーの方が美味しかったです。もう見てねえからって。だって、普通に具材やって、やったらうまい日もあるでしょ、そりゃ。カレー失敗するのってもう、ルーの違いだけでしょ、ほぼ。ルー間違えんだもんだって。仕方ねえよ。カレーも作れるのか。やってる。やってる、やってる。見てねえと思って。はい、ということでございます。美味しかったです。はい。ツイッター、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。本日はこれまで。それじゃあまた。